ゼーフェナールの地形図、2013年7月、ゼーフェナールとは、オランダヘルダーラント州にある、基礎自治体である。この地での人間活動の痕跡は、紀元前700年にまで遡る。1049年に神聖ローマ皇帝ハインリヒ3世が、バルトロメウス2世を筆頭とする5人の将軍に、この地は、領地として可視された。彼らは、 ゲルマン民族からローマ時代以来の居住地の防衛のためにセフェナイル城を築いた。1487年、クレイフェハクはセフェナイルに都市圏を与えた。これによってセフェナイルは周辺町村におけるパンとビールの販売の市場を占有することができた。自治権を後に得た際、行政の課税により道路、鉄道、公共施設が整備されたが、 軍による略奪があったために十分な供給をすることはできなかった上に疾病の継続的な蔓延によりそれは500人ほどの市民には重い徴税であったこの頃には市民だけでなく町を良くしようとする富裕層も行政に参画する権利を得たそして町は繁栄し1793年にはそ の人口は900人に達していた。1816年にセフェナイルはオランダ王国の領土となった。その2年後にセフェナイルは現在のゼーフェナールに名を改めた。この当時の人口は2564人であった。19世紀は不作と疾病、飢餓が続き貧しい時代となり貿易や工場労働は非常に厳しい時代であった。このため、 多くの人々が農業や事前事業に従事した。1856年、ゼーフェナールは欧州全体の鉄道網とつながり、それによって労働人口は増加した。1920年、トゥルマクタバコ工場が建設され、多くの雇用がこの地に生まれた。第二次世界大戦で大きな被害を被った後に、人々は町の再建を始め、そしてまた、 急中心地の周焉に新たな宅地が造成された。1950年代には1万人程度の人々が居住し、2005年にはその2倍を超える2万2500人の人々が居住するようになった。その後2007年には3万1840人の人々が居住している。CBS、スタッドライン、ありがとうございます。